わ、こんばんは、皆さん。お元気ですか？久しぶりですね。여러분、오랜만이에요。잘지내셨나요？그러면これはバーガー、ハンバーガー。あー、え、バー、ハンバーガーの。わーわーわー。来てくれました。こんにちは。すごい、なんか可愛い。可愛い、何それ。髪隠してたら。あ、そっか、髪隠してるのね。最近よく出てます。何そんなかぶいてる顔みたいな。歌舞伎顔になっちゃう。ちょっと味見してみたいと思います。もうこれ開けたらね、いい音がするんですよ。開けたらね、いい音がするんですよ。あー、美味しい。この喉越しがたまらなくてね。モーニングルーティーンは見たよ。ねえねえ、この人見てるんですよ。だってさ、ストーリーにさ載っててさ、え、見てくれたの、うん、ね、優しい、嬉しい。見たの。え、でもあれだよ、朝さ、もう出かける時だったから、うん、ちらっと見たんだ、うん。正解は、前髪を切りました。かわいい。かきじゃん、かきじゃん、めっちゃ。いやー、ひでんな。イベント中今。え、そうなんだよ。頑張って。頑張る。やっぱ一番茶色いこの弁当やな。え、あ、え、あ、ほう、ほうかにゃ。私毎回すき焼き食べてる気する。本日の朝食を教えてください。おにぎりです。食パンです。すいません、ちょっとありがとうございます。うん、うまっ。ということで、本日どんなお気持ちでこのラジオに参加されていますかね。じゃあ吉川さんから。ルンルンです。楽しみです。ありがとうございます。メガさん、エペなんてやってたらさ、もう波動のメンバーなんて遅いんやろな、多分動きが。で、的でかいしさ、って なったら、もうすごい集中してゾーンに入ったらやばそう、京香ちゃん。何しもスプラトゥーンやってんねん。出ない。スプラトゥーンやってた？やってる？うん、ノウ。あれ？スピッチ、スピッチじゃないわ、スイッチ。スピッチ、スピッチってなんやねん。そうやな、スピッチ、スピッチでやってる。やばいよ、1年3時間、1日3時間も私の人生終わっちゃうもん。私の人生終わっちゃうもん、本当に面白い。なんか自転車で漕いでる時に、なんかひーちゃん、そんな目立つ格好をしてたらバレちゃうよ、気をつけてねって言われて、その子たちに恥ずかしかった。なんか君がいるとぎこちなくなってしまうよでって歌い方だったと思う。けどそれをちょっと変えた。踏切を渡ろうとしていたら遮断機が降りてきて、いける気がする。踏切を渡ろうとしていたら目の前の、こっち歌いたかった。一
愛しさに立ち止まることしかできないのか。ニンニンプラスおにぎりしたハート志して48 よろしくお願いしますってこうやってたけど多分誰も気づいてなかった今回エイちゃんとナルドで出たのは自分的にも挑戦したくて、エイちゃんとナルドの声が歌声がすごい好きなんですよ。結果はあれですけど、でも楽しかったなら良かったですそれみんなが言う方か、うんね、またやれたらいいですね。そうやっぱり一緒に歌うのは楽しい心強かった。イエーイ、3連の手をみんなイエーイ、ありがとう、おめでとう、ありがとう。いただきます。そしてなんと3位という結果になりました。やったぜ。3人が知ってる曲がもうこれしかなかったみたいなところはありますね。なんか私すごい嫌だ、髪なんかついてる、やばいやばい、ここすっごい甘い匂いする、やらかした。レムセイガ飲むたらよ。お、일본에혼다이톰이라는야구선수있는데들어봤어。お、다연이들어봤지。日本の野球選手に本田仁美っていう人がいるんですけど、聞いたことありますかって質問があったので、もちろん知ってます。同姓同名、漢字違うけど。おお、え11対 4?11 対 4?え、すごっ。WBC でそんな点差開くことある？ルール知ってるの？え？なんなら野球知ってるよ。これだけしか情報ないんだけど、私の中で野球今。これな、何なんだか。ペッパーウィルポーズ。いや、いけるいけるいける。あ、取ってか、本当にそう。あなた、あなた、け1点も取らなきゃ。いや、まず大谷さんのホームランから始まって、で、吉田さん、そんなプレッシャーかけないであげてよよし、ランナースタートだけど、よっしゃ、三振なんですよ。 WBC、 あ、そうか、そうだ、今日 WBC の準決勝のあれが始まったわ。野球の歴史に刻まれるこの一瞬です。164キロです。わっ、でも何が起こるか分かんないからね。最後は大谷翔平が締めくくった。
です。なぜかここでめっちゃギフトが待ってる。ありがとうございます。こんにちは。じゃあ私バレンタインさガチで作ってるバレンタイン最初に三角形間違えた。今ね、今ね、ダイヤだ、ダイヤ。いっぱい買えないんだよ、ね、これそのまま入れていいんだって。なんかこうやったらね、どれでこんな感じ。困った。もうなんか美味しそう。え、ベトベトなんだけどいいのこれ。いくんだもん。不思議ですよ。いや、もう出かけてる。ベチョベチョ。それも始まる前から何してる。一応手紙こちら作りました。これはね、たかな冬は。これでこのねジーパン、ちょっと違う感じ。カシャカシャ。ちょっと肩も見えて、これ実はお腹叩いて、ここでいる？いや、ね、本当に楽しかった。ありがとうございます。なんか泣かない自分も強くなったなって思ったし、楽しいで終われる配信で、最初1日目から思っていた通りに終われてよかったです。はい、ここでちょっと私からやっぱり人前でなんかキラキラすることとかが結構好きっていうか、なんかそこの道が楽しいなってやっぱ思ったりしてたんですけど、やっぱり芸能界ってね、なんか頑張ったとしてもいろんなタイミングとかもこういろいろあったりとかするから、まあ、なかなか難しい状況もあったりして、もう私ってどっちかっていうと、まあね、最終的には全然何も結果を残せずにアイドルが終わっちゃうんですけど、そう、でも全力でね頑張ったし、なんかそうそうそう、まあ良かったんじゃないかなと思いますけど、とにかくずっと前から卒業は考えてて、それこそ自分のやりたいこととか夢を見つけたぐらいからやっぱり卒業は考えてて、でもやっぱコロナ禍だったからライブとかもコンサートとかもできないとか、皆さんからの声援が聞けないとか、一席空きで寂しい客席になってるとか、そういう時期で卒業するのは絶対に嫌で、そう、もう25歳だしね、そろそろ自分のタイミングで自分の道を進まないと、多分もうずっといちゃうなと思うし、入れるならずっといたい場所じゃないですか、大好きな場所だけど、もうそうやって甘えてたら自分が前に進めない気がしたので、決めました。もう少し強くなれたら、体調の方はいかがでしょうか。ありがとうございます。ではご着席お願いします。
それではまた来週、バイバイ。ランキング、ヨムザエモン、ね、やめて、初めて言ったけどね、ヨムザエモン別に初めて言ったから、定期的に恒例のやつじゃないんだけど、使わないんだね。お会いしましょう、じゃあね、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。ではまたおやすみなさい。すごい中途半端になっちゃったけど、またね、 MV 見てね。踏切の向こうの君に向かって、ずっと言いたかった僕の思いを、通り過ぎる電車にかき消されたって、君に届くと信じている。どうしても君が好きだ、ウォーウォー。2番なんだっけ。さあ、何待って、私が一番欲しいのはゴン・キルはひそかのスーパーレアのこのステッカーがね、一番欲しくて。やっほー、バイバイ、バイバイ。はい、お、はい、ということで。かわいい。